Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、ラブです、今日は私の3月のお気に入りの商品をご紹介したいと思いますので、よかったらこのまま見てください。はい、早速いきたいと思います。本当に今日は先月よりもたくさんあるので、ちゃっといきたいと思います。で、まず一つ目は、昔から持っているもので、以前にも動画に何回も出てきたことあるんですけれども、じゃん、こちらシャネルの、ブロンズユニバーサル・ドゥ・シャネルというシャネルのブロンザーになります。で、こちら私はよくコントワーとして使っていたんですけれども、まあよくよく考えてみると、こういったようにとっても赤みが強いオレンジ系の、色になっているので、本当にコントワーというよりブロンザーとして使う方がいいんだなと最近やっと分かってきました。で、春夏に大活躍するので、また最近あったかくなってきたので、久しぶりに取り出してきて使ったら、もう毎日もう使っております。結局まあ私はブロンザーよりコントワーっぽくここには入れてるんですけれども、もうちょっとあったかくなったらどんどん上に伸ばしていって、もうほとんどチーク状態でも使えるのでいいと思います。ただこちらは残念ながら日本未発売ですし、まあ手に入る方でもこれ一色展開なので、肌色にまあ馴染めばいいんですけれども、馴染まない人もいるかと思うので、そこはあの試してみてから購入されることを強くおすすめします。はい、ちなみにこちらとってもローズの香りがきついので、そういうフレグランスに弱い方はやめておいた方がいいかと思います。もう何年経ってもすごい匂うので、これ。はい、2つ目はこちらのクリニークのインスタントコンシーラー01番と、リップバームパーフェクター03番のマイピンクという色になります。で、前回か前々回の動画でも説明はしてあるので、リンクは下に貼っておきます。なので詳細の方は省きますが、もう毎日、本当に毎日使っています。で、こちらの方は一瞬なくしそうになって泣きそうになったんだけれども、スーツのポケットから出てきました。よかった。本当にね、まあ自分の唇の水分量によって、色が変わるので、こんな色ですよっていうのはあまり言いにくいんだけども、まあ私のは動画でお見せした通り、まあ、赤っぽいピンクになるので、唇に色がない私には本当重宝な代物になっております。で、こんな元はこんなにクリアなんだけどね、まあここにあっても色は出ないのであれなんですけれども、で、潤しで、匂いがね、なんだろう、バニラみたいなね、とっても甘い匂いがします。で、こちらもまあ説明してたと思うんだけれども、前の動画で、私はコンシーラーというよりもハイライターとして、使うので、肌色よりも何段階か明るい色の01番を使っています。はい、とっても、クリーミーなので伸ばしやすくなっています。はい、次なんですけれども、こちらも数年ぶりにまた私再開しました。友達がね、フランスに留学していて、帰ってきた時にこれを頼んでいたので買ってきていただきました。それがこちら、キコのウルトラテックマスカラという、ウォータープルーフではない方です。で、ものすごい昔の動画にも何回も出てきてるんですけれども、なんかね、久しぶりに試したいなと思って、なんか なんでそんなに好きだったのかなって思ってたので、もう一回使ってみたくて買ってきてもらいました。で、今日も使ってるんだけども、とってもね、長さが出るような気がします。長さが出るんだけれども、気づくとこの下が黒くなっていることが多くて、もうそれがちょっと残念だなと思って、で、今までずっと使っているこちらを重ね塗りすると下につかないことが判明して、今めんどくさいですけども、この2本使いしています。なんかね、ウォータープルーフの方を買ってみようと思ったんだけど、なんかそっちの方は口コミあんまり良くなくって、なのでこっちにしたらやっぱり下黒くなっちゃったんで、なんかね、これが1本になればいいんだけど、まあ久しぶりに出会えて、出会えてというか再会できてよかったなと思います。使いやすいのは使いやすい。なぜかというとね、これこんな、ちょっと待って、こういうワンドでね、結構ここが短くてこう伸ばしやすい。なんかこの太いやつってもう上にどんどんついちゃって、私にはこういうのが使いやすいので好きです。
うん、細いのも好きだけど。はい、でこれと、でその時にあのそのお友達がね、私のために選んで買ってきてくれたのがこちらで、意外とねしっとりしていいの。これキコの、リップスティック、まあ、なんていう名前かわかんないんだけども、キコの816番というやつで、こういった感じで、ちょっとねゴールドのラメがちょっとだけ入っているピンクなんだけれども、まあ私にすごいピンクって思ったけれど、なんとこうつけてみるととってもシアーでグロスみたいな感じです。でしっとりしていて、うん、とっても可愛いです。なんかね見た目とついた感じが違かったのでびっくりしました。で私がキコに行ってた頃のケースと違うので、これ新しく出たんだと思います。私がも買ってた時はもっと太いやつだったので、うん、これ可愛いです。でそのゴールドのラメそんなきつくなくてとってもいいと思います。うん、ちなみに今日つけているのはこれもお気に入りなんだけれども、 NYX のバターリップスティックのポップスという色になります。これ結構もうずっとつけてると、つけるたんびにこれ何色ですか、いい色ですねって言われるので、これもお気に入りにもう一回入れてみました。ちょっとこれを取って結構つけてみようかな。すごいツヤツヤ、こんな感じどうでしょうか。私すごいこんな色珍しいけど好きです。まさかピンクがこんなに自分でもなんか肌なじみがいいとは思わなかったんで、やっぱりね他の人に 色を選んでもらうって本当大切だなってよく思います。自分には似合わないと思ってね買わない色でも、他人から似合うんじゃないってもらって、なんか実は良かったみたいなことも結構あるので、うん、おすすめです。なんかお友達に選んでもらうとか、うん、はい、話がそれました。次行きます。 Alright、次はですね、これも最近買ったお気に入りになるんですけれども、あの iHerb でよく、あ、まあ、昔はメイクを買っていて、どんどん最近は食べ物ばっかり買ってたんだけれどもあのその中でも久しぶりにメイクアップブラシを買ってみました。これは実はロスのメイクアップスクールに行ってる時にもよく聞いた名前だったので、試しては見たいと思ってたんですけども、こちらのビデリアムかな、ビデリアムって読むのかしら、このメーカーなんだけれども、これ確か韓国のメーカーだったと思うんだけれども、でこれも結構お安く買えるところになります。シグマより安いんじゃないかな、若干、うん。でいろんな種類があって、まあ、これ種類が違うから色が違うんだけれども、あのシリーズがね、なんかこのグリーンのやつはエコーシリーズだったと思う。なんか持ち手のところがバンブーでとかそんな感じで、これも人工のやつです。とっても軽いです、うん、特にこのグリーンのやつ。こっちはまあまあちょっとウェイトがあるけど、でこれはマックの187番だったっけな、ちょっと大きいのね、あれの方が。なのでパウダーとかやるのにはいいんだけども、これはこれもまたお気に入りに入れなくちゃいけないんだけど、ボビー・ブラウンのポットルージュ・フォー・リップス・アンド・チークス、こちらがパウダーピンク6番で、もうこれも昔から動画で使っていたんだけれども、このクリームブラシュをつけるときにこうやると広がりにくいというか、自分で範囲を決めやすいのでとってもおすすめです。私これよりちっちゃいの持ってるんだけど、それは小さすぎて時間かかるので、それはこういうコンシーラーとかにいいんだけれど、うん、これぐらいの大きさがちょうど伸ばすにはいいかな。大きすぎるともう全部ピンクになっちゃうので、で結構、硬さというか、この このブラシは密度も結構あるので、うん、とっても馴染みやすいというか、ブレンドが綺麗にできます。これいくらだったんだろう ?10 ドルぐらいだったのかな。でもよくセールとか、あの、iHerb ではしてるので、私その時に多分買ったはず。で、これは、シグマのやつで同じような形を持っていたんだけれども、このちょっとアングルになってるやつね。それは本当にこういうところのシャドウとか、
このノーズシャドウとかに最適なので、やっぱもう一本欲しいなと思ってこちらを買いました。うん、全然痛くなくてね、柔らかいしね、おすすめです。たまにブラシって安いの買うと、もうこう工場かなんかでバーって切られたままでざっくりしていて、もう当てると痛いみたいなね。手で触ると大丈夫だけど、こう本当に目のとこまぶたって薄いので、やってみるとチクチクするとか言って、もう使い物にならないことが多いので。でもこれは安いけど、それがなかって良かったです。ではここからアイハーブつながりでいきたいと思います。もうアイハーブだけのね動画を作るより、もうお気に入りで入れていこうと思います。これは実はもう数ヶ月前に買って試してたんだけれども、いつもなんか違う部屋に置いてると、お気に入り動画を作るときに忘れてて、でまあ2ヶ月ちゃんと様子見たのでお伝えできるかなということで、このアキュレかアキュロか忘れちゃったけど、これあ見えた、このメーカーのアルガンオイル 100% のサーティファイドオーガニックアルガンオイルって書いてます。こちらなんですけども、これ11ドルぐらいでこの量買えるんだけれどもね、これは以前友達、また違う友達からフランスのお土産でいただいた、メルフィータのアルガンオイル、そちらがなくなりそうになったのでこちらを買ってみたんだけれども、初めはとっても匂いがなんか、なんだろうね、何の匂いなんだろう、化学薬品でもないし、なんかちょっと変な匂いと思って使いにくいなと思ったんだけど、これやっぱり慣れるもんで、うん、慣れました。初めは結構きついかも。なんかハーブっぽい匂いでもないので、まあここでは匂わないけど、でもこのポンプはすごく使いやすくて、で初めはメルビータのやつがすごいよくって、なんかこっちの方が潤いが少ないなと思ってたから、夏とか暑い季節にいいのかなと思ってたんだけれども、先月頭とか2月とかすっごい顔が乾燥してて、何をつけても無理で、そういう時にでも何もつけないわけにはいかないので、これをいつも1ポンプいくかいかないかぐらいしかつけてなかったんだけど、1ポンプ半ぐらいをつけていたらなんかいい感じになったので、それからもう治った後も1ポンプは確実に出してつけるようにしています。なんかつけたてはちょっとベタっとするんだけども、すぐに馴染んでいくので、なんか結局それでもうだいぶ2ヶ月ぐらい使ってるのに、まだ半分いくかいかないかぐらいなので、コスパはほんとすごいいいと思います。これなくなる時にはまあどうだろう、メルビータでもこちらでもどちらでも私はすごい好きです。でもメルビータの方が匂いがまだマシだったような気がする。でも向こうの方が倍ぐらいするかな、値段がね。でアイハーブでもこれベストセラーの中にいつも入っていました。まあだから試してみたんだけれども、うん、まあこれによって肌がもうプルンプルンになったとかそういうわけでもないんだけれども、まあでも潤ったのは確かなので、まあいろんなものを使っているからどれが効いてるのかちょっとわからないんだけれども、相変わらずお風呂に入る前に洗顔してこれをつけてお風呂入って出てきて普通のスキンケアをするっていうのは変わらないです。それはずっとやっています。なので乾燥する時間をなくすみたいなね、そんな感じで使っています。アイハーブでもうこれ実は2袋目です。エデンオーガニックのスパイシーパンプキンドライローステッドシーズといって、パンプキンシード、かぼちゃの種になります。でもちろん皮から取り出されていて、カイエンペッパーとかね、ガーリックとかいろんなもので味付けされています。でレビューを見ると結構辛いって書かれていたので、私辛いもの大好きなので買ってみました。むちゃ美味しい。なので今回頼んで、また今日さっき2つ目が届いたばっかりです。うん、これすごい美味しいけど食べ過ぎちゃうね。私はこう見えてもアルコール全然飲めないので、すごい飲みそうって言われるんですけど飲めないんだけれども、こういうおつまみ系は昔から大好きで、だから居酒屋さんとかも大好き、もうああいうフードが大好き。全然飲まないけど、辛いもの好きな人はぜひ食べてもらいたい。で特に私ナッツも大好きなので、両方合わさったので
おすすめ。で、次も食品なんですけども、これも2袋目、さっき来ました。じゃん、こちら、Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats と言って、ロールドオーツオートミールのものになるんですけれども、もう毎朝食べていたらもうすぐになくなっちゃって、こちら追加注文しました。で、私はオートミールでも、ぐっちゃぐちゃの、べっちゃべちゃのものが全然苦手で食べれないので、なのでこちらのエクストラスティックで、ちょっと歯ごたえが残るやつを買いました。うん。ちょっとね、やっぱり太い分、いい感じに残るので、とっても美味しくてね、これは良かった。で、私はこちらオーバーナイトオートミールっていう感じでずっと毎朝食べていたんですけれども、で、そちらの方にもなんかリクエストをいただいたので、まだ一袋目が終わる前に動画を撮っていますので、そちらの方を4月中にアップしたいと思います。まあ、いろんなところにレシピは載っているんですけれども、まあ、もし興味がある方は動画にしましたので、まあ、そのうち上がると思うので、ぜひ見てください。はい。で、最後はアクセサリーで終わりたいと思います。で、アクセサリーは H&M で久しぶりに買いました。で、さっきからずっとつけてるんですけれども、こちら、これ全部リング10本あるんだけども、これ別に一つの指につけてもいいし、まあ、どんな組み合わせでもいいし、全部バラバラなんで、私はこれぐらい3本ぐらいに分けています。で、なんだろう、ちょっとアンティークっぽいブラスというかゴールドなので、なんか、防法チックでいい感じかなと思って買いました。これ多分499円とかなんかそんなんだったと思います。で、これと一緒に私にはとっても珍しくパステルカラーなんだけれども、これこの間のインスタグラムでも出したんだけどね、こういうちょっとプラスティックな感じなんだけども、ブルーとグリーンとピンクにとグレーを合わせているので淡い感じになっていて、普通のパステルよりもグレイッシュな方がなんか落ち着いてていいかなと思って、こんな感じです。これに白のシースルっぽいなんかレーシーなブラウスとか着たら可愛いなと思って買っちゃった。これは800円ぐらいだったかな。はい、これ今月買っているので、もしかしたらまだ H&M にあるかもしれません。で、ネイルはよく聞かれるので、ちょっと聞かれる前に先に言っておこうと思います。先週ぐらいに本社に行くことがあったので、ちょっとおとなしめのネイルなんですけれども、もう剥げてきちゃったんだけども、こちらはキコの375番になります。これは私がまだベルギーに住んでる時だったかな?に自分で買いに行ったやつなので、相当古いものになっているんですけれども、こういう感じになります。ちょっと思ったより濃かったかなと思ったけど、なんかまた使うと、久しぶりに使うと可愛いかも。はい、あっという間にもう28分半も喋っています。これを3分の1ぐらいに早くね、編集してアップしたいと思います。皆さんのお気に入りは何だったでしょうか。また教えてください。で、最近ね、やっと暖かくなってきて、桜がだいぶ咲きましたね。神戸でも7分目ぐらいかな。なんだけれども、多分今日の晩ぐらいか明日ぐらいから雨が降っちゃうので、木曜日にね、せっかくお花見しようって言ってるんだけれども、どうなるか。なんかこういう時ってすごいやっぱり気分がわーってなる。なんか新しいことを始めたくなりますよね。なので私ももっと運動と、ウォーキング、ジョギングまた再開したので、たまにインスタグラムにも載せてるんですけれども。うん。運動しないと、本当にもう肩も痛いしね、腰も痛くて。はい。Alright. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye!